切に毎日歯磨きするんだよ。はい。うん。だから哺乳類はとってもいい歯を手に入れてるわけ。それで一方で恐竜の歯はコンビニの割り箸によく似てます。すごく便利で使いやすいんだけれども、何度でもずっと使えるっていうわけじゃなくて、まあちょっと削れたり、汚れたり、ね、ちょっと傷がついたら新しいのに取り替えましょうっていう感じで使ってるんですね。大きく取れちゃった。落ちてるんですよ。食べに来て、その時に通って落ちた歯が残されてるんですね。だから多少した恐竜研究者としては、そういう方が何度も生え変わる方が嬉しいわけ。なぜかっていうと歯の化石たくさん落ちてるから。先生に怒られた。なんで怒るんですかね。私
まあ、いろいろ事情もあるんでしょうけどね。はい、でも本当に岩橋君が言ってくれたのは、もっともだなと思いつけて、まずですね、地球温暖化自体は出るんですけど、一つのポイントとしては、去年より今年、今年より来年、来年より再来年っていうふうに、常にずっと暖かくなり続けているわけではないんですよ。ちょっと暖かくなったり、ちょっと気温が下がったりして、なんかギザギザみたいな形でゆっくりゆっくり長い期間かけてみると、10年前より気温が上がってますねっていうふうに、グラフとしては気温の上がり方というのはなっています。じゃあ今年は去年より少し寒くなったっていうことですか？はい、それもですね、今から説明したいと思います。非常に着眼点で、じゃあその横浜の今年と去年の気温はどうなのかなということなんですけど、ちょっと今すぐなんで詳しい数字というのは私も記憶してないんですけど、これは去年よりも今年は実は気温は高いです。おかしいですよね。去年の冬よりも今年の冬の方が平均気温で見ると高いと言われています。だけど去年降らなかった雪が今年は降った。不思議だなって思うんですけど、これですね、僕が今喋っていたり、おそらく正しくが見てくれているというような資料、数字のこの何て言うんでしょう、マジックになります。平均気温って私今言ったんですけど、ここがポイントです。平均ってわかる？なんか算数とかで全部足して人数で割ったりしたら、ですから今多分言ってくれたら人数で割ったっていうことは、その人数の中の大体真ん中あたりはこうですよ、平均はこうですよっていうことを言ってるわけなんですけど、気温で数字としてよく出てくるのも一緒で、例えば今年の横浜の2月